皆さんどうもこんにちは、ビジネス塾の翔です。今回の動画では須田公行さんの著書捨てる、手を抜く、考えないの解説をお届けいたします。ちなみにこの本は一言で言えば無駄を省き楽になろうという考えとそのための情報がまとめられた書籍です。もし仕事が大変だと思っている人がいたら、それは無駄が多い可能性が高いです。今回の動画を見て無駄を削り落として楽に働く仕事術を身につけてください。それでは早速本題ですが、ここではまずあなたの仕事を大変にしている、あなたの仕事を遅くしている、その原因をお伝えいたします。ちなみにその原因は1考える、2コミュニケーション、この2つです。それぞれ解説していきます。ではまず1つ目の無駄である考えるに関してですが、あなたは仕事をする中で頭を使い考えることに時間を費やしてはいませんか？もし考えることに時間を費やしているのであれば、それは無駄なのでやめましょう。というのも、仕事では自分の頭で考えるより人に聞く、自分で調べる、この方が圧倒的に早いことが多いからです。ちなみに特に次の3つ、1手段手法、2優先順位、3目標設定、この3つに対する考える時間は削り落とすことをお勧めします。というのも、最善の方法を考えるとき、自分の知識の範囲だけで探すより、人から聞いたりググる方が新しい価値観を取り入れることができる上、多くの情報をより早く知ることができます。なので、手段、手法は考える時間を捨てて外部情報をうまく活用しましょう。そして、優先順位に関しては、全く考えなくていいとまでは言いませんが、日々の業務に関してで言えば、そこまで優先順位は大切ではないんです。なので、優先順位を細かく考えるよりは、すぐ終わるものと時間がかかるもの、そして時間約束があるもの、この程度のカテゴリー分けをして自分のその日のタスクを把握できれば十分です。必要以上に考える必要はありません。そして目標設定に関しても不必要ではないかもしれませんが、時間をかけて考えるようなものでもありません。というのも、旅行などの場合には目的地は明確でなければたどり着くことができませんが、ビジネスにおいてはスタート地点で描いたゴールと最終的にたどり着いた理想のゴールが違うということは多々あります。要はビジネスに関しては進みながら最善のゴールを探すので、進み出す前に目標設定で時間をかけるのは無駄なんです。なので目標設定は考えるのではなく、インスピレーションに頼ってもいいでしょう。これが3つの考える無駄に関する内容です。そして次にコミュニケーションに関してで、仕事で人との関わりは必要ですが、かなり無駄なコミュニケーションも存在しています。そしてその中でも特に1情報共有、2メールの管理、この2つは無駄でしかありません。まず情報共有に関しては、わざわざ情報共有する必要がないように自動的に情報が共有できる、そんな仕組みやルールを作っておくようにしましょう。もし仮にどうしても無理なのであれば、共有する方法を作業状況をスクショでメールで報告、そして文章は書かなくていいなどのできるだけ時間を使わない方法にしましょう。そしてメールに関しては返信したら基本的に即削除、そうすれば大切なメールがすぐに見つけられるので、フォルダ分けの時間が削れるようになります。実際考えてみれば、内容を確認して返信した後残しておかなければ困るメールなんてあまりないですよね。これがコミュニケーションの無駄に関してです。ちなみに自分自身が管理者だった場合は、丸投げ&赤ペン先生、これを意識しておくといいでしょう。どういうことかというと、仕事は基本的に丸投げをしなければ、逆にあなたは時間を奪われてしまいますし、仕事は丸だけする方が部下は育つんです。これはなんとなく感覚的に理解できますよね。仕事を任せたと言いながら、こと細かに指示を出したりする人がいますが、それでは部下はただの作業員、ビジネスパーソンとしての成長はそこにはありません。
そして事細かに指示を出し、進捗管理を行っていては、そもそもあなたの時間が必要以上に奪われてしまうんです。だからこそ仕事は丸投げ、そして進捗管理をするのではなく、報告に対して方向性がずれていないかどうか、スケジュールが遅れていないかどうか、この確認だけを行うことを意識しておきましょう。これが管理者の無駄を省く考え方です。改めてお伝えします。今回の動画では無駄を省き楽になるための情報をお届けいたしました。ちなみにその方法が手段手法、優先順位、目標設定、この3つを考えることをやめること、そして情報共有、メール管理、この2つの無駄をなくす、さらに管理者の立場であれば丸投げ&赤ペン先生を意識する、このような内容をお届けいたしました。日本人は頑張ることを美徳だと重んじる傾向があります。ただ楽をするマインドを持たなければ圧倒的な成果を出すことはできません。楽をするから過去の常識をぶち壊し、生産性を高めることができるんです。かの有名なナポレオンは、優秀でやる気のない人間を軍師として配置しました。あえて頑張らない道を突き進む、この選択は価値のある選択ではないでしょうか。それでは今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。